社団法人日本植物貿易協会が1990年から2006年に農薬を使用しないで栽培した場合、収量と出荷金額にどのような影響が出るかを調べる試験を行いました。全国延べ99カ所で水筒、リンゴ、キャベツなど主な19作物について農薬を使った観光防除区と農薬を使用しない無農薬区に分けて調べました。無農薬区では農薬は一切使わないことを原則としましたが、最小限の防除を行わないと収穫が得られず試験が成り立たない場合はやむを得ず使用しました。この結果から3つの点が明らかになりました。収量が低下する、収穫物の品質が低下する、品質低下のため収量の減少率以上に出荷金額の減少が起きる。つまり農薬なしで現在の品質と量を維持することは難しいという農家の間の常識が改めて確かめられました。水筒ではイモチ病や雑草の害で収量は防除区に比べ20から 30% 減りました。品質も低下し出荷金額は30から 40% 減りました。中には害虫や雑草による被害で収穫ゼロという例もありました。リンゴでは初年度に黒星病、真杭虫などの病害虫により販売可能なものはほぼ皆無、すべてが加工用にもならないクズリンゴで出荷金額ゼロの場合もありました。2年連続で無農薬としたところではリンゴの木そのものが衰弱し全く収穫がなく枯れる例もありました。キャベツでは青虫、コナガ、ヨトウムシなどの被害で平均 70% もの収量減となりました。中には収穫ゼロになる例もありました。キャベツのような葉物野菜での被害の大きさが改めて示されました。